皆さん、こんにちは。今日は2022年1月25日火曜日です。今日のテーマは中国の社会複雑で人情のない冷たい社会などなど動画で話をしてきました。今回はまたあります。中国のこの事情は話題となっていますので、ネットの暴力にも関係ありますが、この方は劉学習君です。く君です。 15歳、中学生です。お父さんとお母さんは不倫の関係でした、もともとはおこ。お父さんは結婚していて、お母さんは愛人と。お母さんは妊娠して結婚を求めていたんです。お父さんは元お子さんと離婚して結婚するようになってきました。しかし、結婚するにはお金が欲しいんですね。必要です。 お父さんは、まあ多分ですね、私の推測では、まあやはり不倫をしましたということで、もう家から出ましたと、手ぶらで出たというふうに私は思います。結婚するにはやはり結婚式必要です。住宅とか、結の金などなど、メンツの関係もありますので、これは中国の文化に関係あります。結婚するというのは非常に、まあ、メンツなんです。特に女性側です。お母さんは、 留学習君を産んで3ヶ月で売りました。当時は2.7万元で売りました。2万7千元です。河北省の農村部においては、うん、かなりの大金でした。48万円なんです。まあこれはやはり大金だと思います。15年前なんです。しかし、留学習を引き取ってくれた義理のお父さん、お母さんは本当にいい人だったそうです。 真面目な農民でした。貧乏ではありますが、彼を真面目に育てていました。しかし、彼は4歳の時に、ギリのお父さん、お母さんは家での,での作業でしたので、えー、爆竹の作業で、事故であの世に行きました。彼の SNS、私は読みましたが、読んでみましたけれども、彼は非常に自分の当時、小さい頃ですが、でも記憶にはありますよと。 自分は当時はおばあちゃんの家にいました。おばあちゃんはお母さん側のおばあちゃんですが、お母さんのお母さんですが、で、病院に行きましたと。病院に行ったら、あの、もう真っ黒となっていました。お母さんがですね、真っ黒となっていました。で、親戚は目を、自分の目を隠されて、もう、でも大体見えました。やはり非常に火けをしていたと。そして、お母さんの目はなかったんですが、あの、口では頑張ってくださいと。 勉強しなさいと、あの、おじいちゃん、おばあちゃん、そしておばあちゃんの言うことを聞きなさいと、えー、私が元気になったら美味しいものをですね、作ってあげるよと、鳥足をですね、作ってあげるよというふうに話をしました。で、その後、彼は一時間に戻って、もう時間はないんです。自分のあの、カバンですね、そのもうないんです。もう何も火けどしたんです。もうないんです。 で、それで、その義理のお父さんの妹さん、おばあさんの家で暮らすようになったんです。この間っていうのが、ずっと義理のお父さん、お母さんのことを、実のお父さん、お母さんですよというふうに教育されていたんです。内緒されていたんです。自分はあの商品として買われていたことですね。やはり、中国は差別のある社会ですので、彼の成長に影響を与えたくないというふうにおばあちゃんが言っていました。 親が実際にいなくても実に幸せ、まだ普通の家庭での暮らしをできるようになっていました。留学く留学習くは成長して小さい時の自分のこの BCG ワクチンの予防接種証明書を見つけたんです。それを聞いて家族の方は彼の出身の真実を公開しました。彼は自分の真のお父さんとお母さんを興味があって 探そうとしました。探してネットでですね、日本にはないはずなんですが、中国ではネットでですね、親探しっていうネットのサービスがあります。そこを利用して自分の倉庫を公開して、多くの方は情報を提供してくれました。お父さんは現在3社の社長となっています。成功した商売人となっています。 そして、三回目の結婚をしました。つまり、自分の真実のもう生まれたお母さんですが、自分を出産してくれたお母さんとは、また離婚して、また違う人と結婚しました。そして、自分のお母さんは、実に当然ですが離婚しまして、他の男と結婚しました。そして子供もいています。彼は探すのを放棄しようとしましたが、しかし、おばあちゃんの家はやはり狭いですので、 まあそういう自得兄弟ですので、女の子ですし、一緒に暮らすのはちょっと不便ですというふうに感じています。迷惑をかけたくないので、家から出たいというふうに考えていました。それを SNS で公開すると、多くのネットのユーザーは彼を支持していました。実にお父さんはお母さんもいていますので、警察に相談してはどうでしょうかと。 自分の子供だから責任を取らないといけませんよと。また、多くの方は親探し、このサービスを利用して行方不明の子供と会って、多くの親は嬉しいんです。そういった場面を見て、彼は勇気を出して、公安と相談して、2021年12月6日、DNA 鑑定を得て、親子であることを証明できました。これで 公安が動いて、お父さん、お母さんに連絡を取って、留学修慣の現状を伝えました。公安局は、えー、この食事会を開催しました。親を認識する食事会です。これはネットで公開されました。当時は、彼は自分の SNS で、このような写真を投稿しました。河北省、新台市、公安、信用、文局、支、えー、局。 し、ないうところですが、弾丸、まあ、行動。ラン行動というのはイベントということですので、親を認識する意識です。実は食事会です。この場面、場面は去年12月ネットで公開されました。公安の協力が、えー、できて、一つの家族はまだ弾ンとなりましたという風になって、公安局も喜んでいました。 そしてネットではみんなおめでとうという風になっていました。非常にいい雰囲気でした。しかしこれが悲劇の始まりなんです。この日お父さんは一人で参加しました。お母さんは欠席です。またお父さんは3回目の結婚相手も参加しませんでした。留学習君はその後お父さんと二人だけの食事を数回しました。 お父さんはだんだん忙しくなって食事する時間がないように、まあ、ないというようになってきました。りゅう君はお母さんに連絡して短い時間で会っては言いましたが、とても冷たいというふうに言っていました。彼は迷惑をかけたくないので一緒に暮らすのは無理でしょうと。そうすると、賃貸の部屋が欲しいですと。一人暮らししたいですと。おばあちゃんの家から出たいんですと。 これを聞いてお母さんはお金ないですよと、そんな余裕がないと言って、あの、ウィーチャットの、まあそういう公開もされていますが、お母さんとの連絡の、えー、リストですね、公開されていますが、最後はブラックリストに入れられました。もう連絡は取ろうとしても取れません。相手に届きませんので。お父さんに相談しても返事はないんですが、最後連絡が取れなくなってしまいました。 彼はお父さんの弟さん、おじいちゃんに連絡をしてみました。おじいちゃんは、君のお父さんは本当なら断、だんんそのイベントの食事会に行きたくなかったんです。私が何回も何回も説得して、あの、彼は行きましたと。お父さんは自分の、まあ、君のことを自分の子だと思っていないですし、自分は今家庭を持っていますし、子供もいていますし、今の奥さんに内緒して、 内緒でで君とと。何回か会っているだけですよとこれを知って彼はとても悲しかったですと SNS で投稿しました。みんな親探しサービスを利用して親が見つけてしかしみんなが幸せみんな幸せな暮らしできるとは限りませんよと書きました。またお父さんとお母さんにそういった対応されたことも公開しました。 当然ですが、そういう連絡の仕方とかメッセージ、ボイスメッセージ、あるいは漢字に変換して公開もしました。ネットではですね、ユーザーでは、提訴しましょうよというアドバイスはありました。自分のお父さんお母さんに対して、提訴しましょうよと、裁判しましょうよと。リュウ君は提訴しようとしましたが、でも最後、お母さんは3回目の結婚と言いながら、 あの、それなんです。そして、まあ、お父さんは実に4回目の結婚だと判明されました。そして、自分と地位がつないでいる兄弟は4人もいています。最後は、提訴を諦めました。自分の兄弟のことを考えて諦めたと言いました。やはり、連帯責任ありますので、かわいそうです。自分の兄弟は関係ないというふうに言っていました。 お父そしてお母さんは当時、君は2.7万円ではなくて6000円で君を売ったんですよというふうに言いました。実は10万円ぐらいで売りました。まあ、当然ですが当時はこれでも大金でした。彼は自分の SNS で子供を売買する行動、そして売買を仲介する売人を批判しました。 そして自分の装具を公開して社会へ呼びかけていました。多くの子供は自分と同じ結果になっていますよと。ずっと自分の家はない。そして家にいても自分の居場所がないと。学校での一面もありました。学校では小学校6年間、6年通、うん、っていましたが、学校は5回。 もう転校したんです。転校するたびにいじめにあっています。なぜなら地域は狭いですので、みんなしています。彼はやはりお父さんお母さんいませんので、いじめようとします。自分を守ってくれる人はいないってみんなしてるか、してるのであれば、いじめようとするんですよ。中国こういう社会なんです。後ろにそのバックはですね、強い人がおれば、あの、いじめないんです。いじめることはできないんです。後ろにその子、 守る人がいなければ、もうみんないじめようとするんですよ。これが中央の社会なんです。この情報を受けて、ネットでは彼のお父さんとお母さんを批判するようになったんです。まあ当然ですね。自分の子供を打って最悪な親ですよね、というふうになどなど書かれていました。もう人手なしとか、そういう発言もありましたが。お父さんは、君は親知らず、裏切り者だというふうに言って、もう連絡は遮断しました。 お母さんはネットでリュウクのことを公開しました。逆にですね。親を探して家が欲しいと言われましたよと、買ってくださいと言われましたよ。そんなお金がないのよ。そういうふうに言いました。これでまだ話題となったんです。中国では不動産っていう漢字ですね。単語ですが、とても敏感的な単語なんです。例えば、親が不動産で 子供と縁を切ったりとか、あるいは偽造離婚、偽造結婚で不動産を売買するとか、親が不動産のこと、まあ親が残してくれた不動産で揉めて、兄弟とか親戚喧嘩いっぱいなんです。そういうのはもう普通にあります。不動産はやはり価値高いですので。リュウくんも不動産目当てですかとなって、ネットではリュウくんを批判するようになったんです。 また SNS で彼の一日常生活も公開されました。例えばブランドのジャージなどですね。実はアディタスとかナイキぐらいです。でもあれは偽物なんです。彼は最後衣装で描きました。あれは全部偽物です。なぜなら、やはりそういうプライドですね。みんないじめられてて、みんなブランドもの。ブランドものといっても本当にもうナイキとかアディタスぐらいなんです。 そんなに学生レベルのあのブランド物なんです。それでもいじめられます。なので実際的に偽物ですよと。彼は衣装で説明をしました。お父さんとお母さんに家が欲しいと確かに言いました。その家とは居場所のことなんです。小さい部屋でもいいんです。小さいベッドだけでいいんです。机と椅子はいりません。ただ居場所が欲しいです。家とは 買うのではなくて賃貸でいいんです迷惑をかけないようにお父さんかお父さんお母さんかお父さんの家の近くにいたいんですそれだけです最後彼はやはりネットですごい批判を受けて今までは何だったのかとかあの親を探して不動産目当てなのかとか不動産を買ってもらってお前は裕福になって何をするのかとかそういうやはり批判的な あの、なったんですね。中国での雰囲気なんですが、不動産になってくると非常にみんなピンときますので、やはりこの2、30年間ずっと成長してきましたので、不動産というものですね。そして多くの方は買いたくても買えないんです。また買えたとしても今、住宅ローンの返済で困っています。なので、不動産という3つの文字だけでみんなピンときますので。最後彼は 南、まあ、の南、ナ海というか、海南島の海南に、の山岸に行ってですね、薬を飲みました。まあ、それで最後なんです。今はもう、あの、この世から離れましたか。中国の社会はとても複雑なんです。例えば、子供のためにお金いっぱいかけて、良い学校とか、良い幼稚園に行かそうとします。非常に、みんなお金かけようとします。 ダンススクールとか、ピアノスクールとか、も通ってもらいます。もうとにかくお金をかけて人材として育てていこうという親もいます。ただし、子供を、まあね、生まれてすぐ産む親も実にいています。また、子供が行方不明となって、公安は探してくれません。例えば、ピッキンの格さん、そうでした。でも、ネットで反政府的な発言をするとすぐに逮捕されます。 そして街中では AI 識別、顔識別ですね。そして動きを識別してこの人は誰であって、それも識別できるようになります。豚でも、豚フェイス、えー、豚の顔で識別ですね、して豚を管理する Huawei の研究でできましたと。普通の国では防犯カメラと言いますが、中国では防犯カメラではありません。 監視カメラなんです。監視カメラいっぱいついています。でも、行方不明者、まだ子供、まだ犯罪人を探さないんですね。探しません。国民を監視用なんです。なので、中国にあるのは監視カメラです。防犯カメラではないんです。例えば、各部さんの息子さん、駅の待ち合わせホームで行方不明となったんです。駅に行って、 駅は関係ありませんよと。我々駅は列車とバスを管理する場所ですよと。人を管理しないからです。しかしですね、駅でゴミとかタバコのポイ捨てとか、タンを吐いたりとかすると、すぐに罰金取られます。そういう社会なんです。なので、加古さんの息子さんは、その時、あの、タンを吐けばよかったのに、というふうに思ってしまいます。タンを吐くと、絶対捕まりますので。そういう意味なんですね。 で、ここで思い出したのは、私は、えー、まあ、メンバー限定の動画で話をしたことはあります。中国の爆竹ですね、製造する村なんですが、中国では一部の村、爆竹だけ製造する村がありますので、存在します。産業はありません。爆竹だけ製造します。当時ですね、私は訪問に行きました。 で日本の方と一緒に行きましたが、勝者の方、一緒に行きました。いて、日本は、あの、そういった打ち上げ花火とか、あ,あの、そして、あの、花火ですね。あの、いいんですが、中国では、その、爆竹のレベルが違います。もう、とにかく、音がすごいです。パンパンパン、すごいんですよ。音もすごいですし、うるさいですし、そして、すごい煙も出ますし、あの、 ゴミも出ます。そして一番人気あるのはですね、あの、まあ、人天理と言いますが、それはですね、神様が驚くぐらい、えー、ような、えー、いうような爆竹です。まあ、地面から発射してですね、バカーンとなりますので、もう、視野の、あの、空を見て、視野見える範囲ですね、半分ぐらいの空ですね、真っ白になります。一瞬ですね、昼になります。夜ですが、一瞬だけ昼間になります。 それいうようなものなんです。で、当時ですが、その村に行って、ほぼみんなといていいんです。もう指とか、絶対、あの、怪我でもないんです。もう亡くなっていますね、何本か。で、それを訳を聞いたんです。で聞くと、ちょっと事故がありましたと。え、それは私も聞いたんです。どうして不注意ですかと。気をつけないといけませんよ。タバコ吸うからです。 当時はその方はタバコ吸っていました。でも、蓄箱の作業はする方なんですで。で、私が言いました。おかしいでしょう、と。あの、禁煙しないといけませんよ、と言いました。でも彼は言いました。いや、違います。あなたは分かっていません。あの、この業界というのは、この材料、何々材料と何々材料、混ぜて何々になります、と。非常に詳しい方なんですよ。で、そのものが地面に落ちるだけでも、もう、 火花出ますので、何もしなくても火花出るんですよ。それぐらいのものなんです。もうそんな気をつけるレベルではないです。そういうふうに言って言いました。非常にそういう村でしたね。それを思い出しました。なので、その村っていうのは、中国にはこのような村というのは実に結構存在します。そして中国の文化でもありますが、その爆竹、えー、の文化でもありますが、お岩の時とか。 まあこの数年間ですが、東海では禁止となってきました。これは事実です。でも田舎ではやはりまだその文化はあります。まだ作ってはいます。しかし、これはもう15年前のことですので、当時はやはりもう15年前の中国と今の中国はやはりかなりの差ありますので、15年前でしたので中国の不動産は価値はなかったんです。ほぼ価値はなかったというふうに言えますが。 あのこういうような、えー、事情なんです。うちの社会は、やはり自分の子供ですら、このような感じです、うん。そういう社会ですね。と、なんとも言えないですね。そういう社会です。まあ、しかし、中国の法律っていうの、あるいは行政っていうのも問題あると思いますので、例えば、あのまあ、そういう仲介人ですね、いますので、子供を仲介します。借いて、と売りていますので、まう売りてもおかしいですし、 相手もおかしいですし、仲間にもおかしでですしでもそれが罪っていうのは本当に軽いんです。最後、どうなったか大体罰金で終わりますので、罰金を取って不法収入を取ります。没収します。もうこれで終わりますので。なので、このような話は後立たたえないんですね。ずっと起きています。そういうような社会なんです。これが現状なんです。 この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。